宇多田光多田光の作品初恋、初恋は日本のシンガーソングライター、宇多田光の7枚目のアルバム。宇多田のデビュー20周年イヤーの2018年6月27日にエピックレコードジャパンより発売された。前作、ファントームから約2年ぶりのリリースとなる。基本的に宇多田自身が作詞、作曲、プログラミングを行っており、 ストリングスの共同アレンジャーには前作に引き続き、サイモン・ヘイルが迎えられている。エンジニアも、前作と同じく、スティーブ・フィッツ・モーリスが務めた。アルバムでは、ドラムで現代ジャズシーンにおける最重要ドラマーの一人で、あるクリス・デーブを起用しているほか、トゥー・プラウドには、小袋・シュゲアキという系の気鋭ラッパーのジェボンが参加している。本作は、その小説的な歌詞や、 リズムやふわりにおける新たなアプローチなどが評価されている。また、本作で、歌田は前作のファントーム以来の日本語による内省表現や現代社会への視線を反映した歌詞世界、歌唱においても独自の個性を発揮したとして芸術戦勝の大衆芸能部門で新人賞を受賞した。その他にも本作は日本レコード大賞や CD ショップ大賞、 MTV ビデオミュージックアワーズジャパン、ミュージックペンクラブ音楽賞などで入賞を果たしている。本作には、前年にリリースされた、大空で抱きしめて、フォーエバーモアー、あなたのほか、2018年発売の、プレイ、エイラブソング、初恋の5曲のシングルを含む、全12曲が収録されたほか、歌田ヒカルの12年ぶりのコンサートツアー、 光る歌ダラフター・イン・ザ・ダーク・ツアー2018の応募券が CD パッケージに封入された。アルバムは、ビルボード・ジャパン・ホット・アルバムスで3週連続1位を獲得し、同チャートの年間ランキングでは3位を記録するなど、大衆的にも成功を収めた。2017年12月8日、新曲、あなたのリリースと同時に7枚目となる、 オリジナルアルバムを2018年にリリースすることが発表された。2018年4月24日にはニューアルバム初恋のリリース日が同年6月27日に決定。発売に先立って翌日25日にプレイ、Play、A ラブソング5月30日に初恋が配信限定シングルとしてリリースされた。5月16日には ニューアルバムのジャケット写真と同作に収録される全楽曲タイトルが発表された。アルバムタイトルは収録曲、初恋と同名となっている。タイトルが決定した経緯は、楽曲、初恋が完成し、アルバムタイトルを考えていた時、初恋で良いんじゃないだろうかとふと思ったことがきっかけだったという。なお、歌田のアルバムタイトルが日本語で綴られたのは初めてで、 ある。歌田は、花束を君にや、真夏の通り雨などの活動再開後の曲が、今まで以上に、日本語を大事にした曲、として受け取ってもらえたことを踏まえ、初恋というタイトルについて、象徴的なアルバムタイトルになったと述べている。収録曲の多くは、物事の終わりと始まりや、出会いと別れをテーマにしている。なお歌田によると、自身が歌っているテーマは、 デビューの頃から現在まで変わっていないという。人は生きていく上で、最終的には他者とのつながりを求めますよね。浅いものから深いものまで。その関係性の築き方には誰しもモデルがあって、それはやっぱり最初の原体験というか、自分を生んでくれた人なり、面倒を見て育ててくれた人たちとの関係だと思うんです。それがその人の一生の中で、 おそらく多くは無意識に作用して他者との関係性に影響していく。その無意識の影響を紐解いては、なぜなんだろうと追求したり、時には受け入れようとしたりする。それが私の歌詞の代替のテーマだと思うんです。初恋、インタビュー、歌田は、プレイ、エーラブソングの歌詞の一節、長い冬が終わる瞬間等を挙げて、アルバムのすべての曲に通ずるテーマとしており、 本作は、それが良かろうが悪かろうが、すべてはいずれ終わるという考えにつながっていて、諸行無常という、わかりやすい仏教の言葉があるけれど、それを理解して受け入れることは、そんな簡単なことじゃないよね、という思いが詰まったアルバムだと述べている。また、夕なぎの歌詞を書き終えて、本作の制作を終えた時に、すべての物事は、始まりでもあり、また終わりでもあるという思いが、 一気に収束するような達成感を強く感じて、ほっとしたと言い,い、本作はファントームとは違った重さを備えたこれまでで最もパワフルなアルバムになったと語った。宇多田は本作の制作において遊びを意識していた。制作に際してもが開けて解放された時に何が出せるか。ただ、下を向いて悶々と内省するものではないだろうな。と考えていたところ、 ディレクターの沖田が、今回の作品は、遊び心がありそうと言ったことが、遊びについて考えてみるきっかけだった。その中で、シラス、マセコのエッセイ集、名人は危うきに遊ぶで、遊びを持たせるということは、余裕を持たせるという意味で使われていたと書かれていたのを、読んで本作を制作する中での自分に、共感するところがあったといい、実際にその通りになっていたことで今回は、 前作よりも気楽にできたという、なるようになるし、最終的に自分で束ねられる自信があったとも語っている。アルバムのジャケット写真は、ニューヨークを拠点に活動する日本人、フォトグラファー、タケイの取り下ろしによるものである。オリコンはこのアルバムジャケット写真を、金字塔作品である、ファーストラブのそれを彷彿とさせると指摘している。ロック。 スタジオメトロポリススタジオエアースタジオレコーディングが行われたロンドンのスタジオ初恋のレコーディングはロックスタジオやエアースタジオといったロンドンの一流スタジオで行われた。レコーディングエンジニアは二人で、一人はペットショップボーイズ、スティング、U2、デペッシュモード、近年ではサムスミスの大ヒット曲、ステイウィズミーなどを手掛け、 グラミー賞受賞経験もあるスティーブ・フィッツ・モーリスで、彼がサウンドを録音ミックスダウンでまとめ上げた。もう一人は全曲のボーカルレコーディングを担当している小森正人で、二人とも前作ファントームから引き続き参加する形となった。収録曲は4から5ヶ月に3曲ずつといったペースで作られた。レコーディングの工程はスティーブが、 バンドの演奏をレコーディングして、小森が担当する歌田のボーカル取りの後、最後に、スティーブがミックスするのが基本だったという。レコーディングのやり方は、歌田が持ち込むベーシックなデモ曲をもとに、スタジオで曲を仕上げ、バンドと一気に、ライブ演奏で2、3回取るというもので、この潔い手法には明確なビジョン、よし悪しを瞬時にジャッジする決断が必要であり。 ボーカル以外の録音にも必ず立ち会う歌田のものづくりの姿勢とともに参加したミュージシャンやスタッフたちからも絶賛されている。歌田はその判断の明瞭さについてそれこそが音楽が正義である理由と述べスティーブにもそういった姿勢があり彼のその点を気に入っているのだと語った。また今回のアルバムを小説家の友達に聞かせた時にクラリティという言葉が返ってきたといい。 それが嬉しかったという。クリス・デーブ本作では、現代ジャズシーンにおける最重要ドラマーの一人で、ロバート・グラスパーやディアンジェロの作品にも参加した、クリス・デーブが演奏している。歌田とクリスは、お互い相性が良いと語っており、歌田はクリスについて、ドラマーの発想じゃないリズムのこだわりがある、違う二つのタイムシグニチャーを鳴らして、どこかで融合して、一緒にするというのが得意で、 トリッキーなことでもできちゃう人だから、私のわけはわ関いでもも、物理的にも、感覚的にも理解してくれたと語っている。なお、アメリカにいたクリスへのオファーには、かつて歌田の楽曲のプロデュースを行ったジャムルイスのテリー・ルイスが間に入ってくれたという。演奏陣には前日のクリス、サム・スミスのツアーメンバーでもあるルーベン・ジェームス、エミリー・サンデーや、メアリー・ジェイ・ブライジ、 サム・スミスとの仕事で知られるジョディ・ミリナー、ベン・パーカーなど、世界中の名ウテのセッションミュージシャンが並び、配信曲にも参加していたクリスは12曲中8曲で演奏して、アルバムの屋台骨を担う活躍を見せている。ストリングスにも復帰後の歌田作品でおなじみの、面々が起用されている。スティーブによると、ストリングスは、ほとんどの曲で十一から十三人編成となっており、 1> 第1ヴァイオリンが8人、第2ヴァイオリンが8人、ビオラが4人、チェロが3から4人、そしてコントラバスが1人だった。歌田は本作で最も挑戦していたこととして歌を完成させるためのポストプロダクションを挙げている。歌田は歌い例やレコーディングの後にバンドとボーカルを一つの世界観に融合させるために何か架け橋が必要だと感じたといい。 自分でバッサリ使わないことを決めてプログラミングしたトラックに戻したり自らの声をエディットしたりして感じているもの足りなさや穴を埋めに行っていたと話した。初恋では日本語で歌うことや生バンドによるプロダクション、ラッパーやシンガーの客演といった点が前作ファントームから引き継がれている。その他にも誓いで4分3連の4拍子の上に8ビートの リズムで言葉を乗せたり、トゥープラウドフィーチャリングジェボンでは、トラップ的な三連符の歌ありを取り入れたりするなど、リズムに対するうっただの新たなアプローチも指摘されている。また、三連符ベースと16分音符ベースの二軸を中心に交互にスイッチすることで曲の印象を変えているという分析もある。その他、現代ジャズにおける最重要ドラマーである。 前述のクリスラ最前線の才能を起用したことが、単に生バンドの絵も言われぬグルーブ感や質感を、楽曲にもたらしたのみならず、この、歌田のリズム感覚をより先鋭化させるに至ったと、言われている。サウンド面では、ストリングスを含めた生のバンド演奏が、コンテンポラリーで深いグルーブを生み出し、プログラミングされたサウンドも、効果的に用いられ、 様々な手法で、歌田の当たり前ではない、個人の特別な経験を温存化している。歌詞の面では、前作に続く日本語に対する積極的なアプローチが見られる。不割では、57、75兆の音韻率へのこだわりが指摘されており、また独特の伸縮するメロディがこういった率を覆い隠しているという点も注目されている。これ以降の四曲は、 曲順が特に実行されている。初恋は2018年6月27日にエピックレコードジャパンよりリリースされた。歌田デビュー20周年のアニバーサリーイヤーにリリースされた本作は前作ファントームから約1年9ヶ月ぶりでレーベルを移籍してからは初のオリジナルアルバムとなる。今回も前作に引き続き特典なしの一種販売となっており、 初回出荷分には年末に行われるコンサートツアーチケットの先行応募抽選券が封入された。またファンからの要望に応えて同年11月7日にはシリアルナンバー入り生産限定アナログ版が発売された。歌田だのアルバムのアナログ版の発売は2002年に発売されたサードアルバムディープリバー以来約16年ぶりとなっている。本作は 2019年1月18日のシングル Face My Fears のリリースと同時に各種ストリーミングサービスでも解禁された。アルバム発売に合わせて6月26日から札幌、銀座、名古屋、大阪、福岡のソニーストアで初恋のハイレゾ全曲視聴企画が開催されたほか初恋のリリースを記念した特設サイトも開設された。サイトでは オリジナルコンテンツとして、歌田光、小袋、重明、酒井地図による座談会が毎日更新された。また、アルバムのリリース関連企画として、収録曲、パクチーの歌を海外アーティスト、スパーガンザムがカバーし、YouTube にて公開された。その他、バズフィードジャパンが運営する料理動画メディア、テイスティージャパンとのコラボレーションによる4種のレシピ動画を配信し、 全国今年で展開されるアルバム発売記念の期間限定コラボカフェではテイスティージャパンオリジナルレシピによるドリンクやフードが提供された。アルバム発売に際して歌田は数回にわたってテレビ番組に出演した。まずアルバムリリース3日後の6月30日に NHK ソングススペシャル歌田光に出演。前作 ファントーグ発売時に出演して以来、1年9ヶ月ぶりの出演となっており、番組のテーマには言葉が設定された。番組内では、あなた、初恋、プレイ、エイラブソングの3曲を歌唱したほか、芥川賞作家の芸人、又吉直樹との初対談が実現した。さらに、小田和正、水野良樹からのビデオメッセージが公開され、元日本版ワイヤード編集長、 若林恵氏によるインタビューも行われた。7月14日には TBS の音楽の日にてドラマ花のち晴れ花男ネクストシーズンのイメージソング初恋の歌唱映像がオンエアされ TBS では歌番以来10年ぶりとなる総合司会の中井正宏とのインタビュートークも行われた。2日後の7月16日には NHK で プロフェッショナル仕事の流儀うただひかるスペシャルが放送された。うただひかるの音楽制作の現場に初めてメディアのカメラが入り、アルバム、初恋の制作過程を追うという内容がオンエアされた。番組で作詞、作曲、そして編曲まで曲作りのすべてを一人で行ううただひかるの真実に迫るというものになっている。それから約二ヶ月が経った九月十七日には、 ミュージックステーションウルトラフェス2018に出演。2016年以来2年ぶりの登場となっており、ゲームソフト、キングダムハーツ3のテーマソングにも起用されている、誓いの歌唱映像がオンエアされた。番組では、歌田のデビュー20周年を記念して、MC のタモリと二人きりで、歌田ヒカルと、エムステとの20年を振り返るというスペシャルトークが実現した。また、 プロモーションの一環として、ラジオ番組にも出演した。デビュー当時の1999年10月から2000年9月まで放送されていた、歌田のレギュラー番組、歌田光のトレビアン・ボヘミアンが、スペシャルにて一夜限りの復活を果たし、5月14日より、リスナーからのメッセージ呼び込みがスタート、7月16日の午後7時より2時間枠で放送された。 ニューアルバムに込めた思いや制作エピソードが楽曲と共に届けられたほか、事前に募集したリスナーからのメッセージや質問にも答えた。本作は前作、ファントームから、地続きの点、さらに発展、先鋭化した点などが様々に指摘され、評価されている。本作は、ビルボードジャパンのアルバムセールスチャートトップアルバムス。 セールズで初動3日間で13万557枚、その後約7万枚売り伸ばして、初週累計で20万7263枚で、2018年7月9日付のチャートで、初登場主位を獲得。同総合アルバムチャートホットアルバムスでは、同日付のチャートで、初登場主位を獲得。フィジカル、ダウンロード、ルックアップでも1位を獲得し、 総合アルバムチャートを構成する全指標を完全制覇する形で総合主位を獲得した。これは2017年11月13日付のヨネズケンシブートレグ以来2018年では初となる快挙だった。オリコンの2018年7月9日付の週刊アルバムランキングで初登場主位を獲得。これによりアルバム一位獲得作品は 通算9作目。ファーストアルバムから続く、オリジナル版によるファーストからの連続1位、獲得作品数を7作連続とし、これまで6作で並んでいたボアを上回り、女性ソロアーティスト歴代単独2位となった。また、2018年度のソロアーティストのアルバム初週最高売り上げを記録した。同日付の週刊デジタルアルバムランキングでも初、登場主位を獲得。 この二つのランキングの同時首位獲得は、畑本博、桑田圭介、米津健氏に次いで、史上四作目で、女性ソロアーティスト作品としては、史上初であった。初恋は、発売から2週目でさらに5万468枚を売り上げて、ビルボードジャパンにて、フィジカルセールス1位、ダウンロード、ルックアップでも1位を獲得し、前週に引き続きにい以下に、 大きな差をつける形で2週連続総合首位を獲得した。7月23日付でフィジカルセールスは一つ順位を落としたもののダウンロードで1位、ルックアップで1位とこの2指標では初登場から首位を検出し総合3週連続首位を獲得した。ホットアルバムスでの3週連続首位獲得は2017年11月20日付に 初登場したアムロナミエファイナリー以来となる。本作はその後も特にルックアップにおいて圧倒的な強さを見せ、初登場から5週連続1位を記録。ビルボードジャパンの栗本人氏は本作はセールスだけでなくレンタルでも相当数回転しているとして、クレイユーザーにも本作の魅力が拡大しているといい、ファントームと同じく ロングヒットを記録するのは必然だと語った。2018年年間チャートでは、ビルボードジャパンホットアルバムソーブザイヤー2018で3位を記録。オリコン年間アルバムランキング2018では5位となっており、これでオリジナルアルバムではデビューアルバムファーストラブから7作連続年間トップ10位となった。本作は、翌年2019年度のビルボードジャパン年間。 アルバムチャートでも79位にランクインしているジャパンイヤリーアルバムスチャート。日本国外では iTunes で全米のリアルタイムランキングで総合アルバムチャート最高位4位を記録したほか、日本を含む32カ国、地域でランクインし J-POP、ワールドのジャンルで日本を含め21カ国で1位を獲得した。また、 日本レコード協会2020年3月度有料配信認定でゴールド認定され、これでダウンロード配信でゴールド認定のアルバムを3作以上持つ唯一のアーティストとなった。なお、2019年8月現在の本作のビルボードジャパンアルバム総合チャートへのランクイン、週数は55週となっている。全作詞、作曲、プロデュース、歌田光るプレイ、 A ラブソングあなた初恋、近いフォーエバーモアートゥープラウドフィーチャリングジェボン、グッドナイトパクチーの歌残りか大空で抱きしめて、言うなぎしっとされるべき人生。ありがとうございます。